株式会社キクテックは道路標識、道路表示の製造、販売、道路施設工事などを行う企業である。1963年に前身となるキクスイラインが阿久井町で設立され、1966年に本社を名古屋市南区へ移す。1989年に現社名に変更。略歴は以下の通りである。道路標識や路面表示などの 交通安全事業とサインやフリートマーキングなどのスペースソリューション事業の2事業で主に構成されている。路面表示や道路標識の生産を行い、日本国内では前者は約10%、後者は約20%のシェアで業界トップクラスであり、全国に製品を納入する。標識などの設計、製造、販売、施工までをトータルに手掛ける。 愛知万博で用いられたアンチヒートブロックや紫外線を照射すると発行する路面表示材料などがキクテックから開発されている。中部事業所事業所は全国にあるが、中部事業所が最大の拠点で路面表示や道路標識の生産拠点になっている。同事業所には製品の耐久性や視認性を確認するための試験設備を設置され、全国で 民間企業としては唯一となる標識の視認性を確認するための雨や霧を発生できる測定室が設けられている。以下、日本国内に拠点が設置されている。ありがとうございます。